えバルセロナです私40年前にこのバルセロナに行きましたあの何のために行ったかというと、えー、石を掘りに行ったんですで、まあ、15歳ぐらい、まあ、半世紀ほどに前になりますけれども皆さんと同じように自分はどうやって生きるべきかそして、まあ、人類そんな大,大それたことを当時考えたわけじゃないんですけど 人間って何だろう自分って何だろうこれは世界中のようの東西を問わず世界中の若者が一度は疑問に思うことだと思います私も同じようにその疑問に答えるべく努力したんですがその一番いい方法は何かと感じたのが石を掘ることではないかとちょっとこれはあの、えー、論理的じゃないんです <laughs> 直感ですただ人類の一番古いお仕事といいますか石を掘って過ごしてきた石器時代というその石を掘ることにがとても大事な時代があったそれが今それが薄れてきているでも石を掘る人は、えー、まあ社会の底辺を歩いているような感じですが一度掘りますとこれ離れられないです。皆さんも ぜひおすすめします。<laughs> その石を掘るリズムそれが体の中もっと言えば宇宙のリズムと何かこう合ってるような心地よい気分になるんですね。ででもそれは石,石を掘ってるとうまく掘れない場合手を打ちます。血を流します。当然汗も流します。ですがその 人間の営みの最低限のことを続けることによって何か自分の生きる道が見つかるんじゃないかということでじゃあ石を掘るんだったら石の文化のたくさんあるヨーロッパに行けばいいじゃないかということで石ヨーロッパに来ました、えー、日本とドイツ第二次世界大戦まあ経験した方は、ね、私を含めてここにいらっしゃらないと思いますがありまして。 2つの国がもうボロボロになりました。日本は全く新しい町ができました。ドイツはその破壊された都市を次の日から壊れた石に番号を打って、いつか元に戻そうということで作り始めました。再建されました。ドレスデンなんて全くもう廃墟だったのが今は戦争もなかったかのようになっています。ドイツに行けば石が掘れるんじゃないかと思って、私はヨーロッパに渡ったんですが、 ドイツの人たちを体大きいし、えー、彼らと戦うにはちょっと栄養つけなきゃなと思いましてそこが私のちょっと弱いところなのか運の強いところなのか栄養のあるスペインに行こうと <laughs>、えー。あそこでハモンとワインさえ飲みゃドイツ人戦えんじゃないかと。ところがスペインに行きますとこの桜田ファミリアがありました。 あ、石じゃないか <laughs> こんなに出来上がってなかったですよ。もう瓦礫の石が山ほど積んである。ここは何してるのかな？解体してるのかな？何か何をしてるの？あんまり音もしないし、でもよく見ると石の原石があるんです。石の原石があるって言うのは何かを作ろうとしてるんですよ。古いものばかりだったらもう解体してる。あ。原石があるこの中のこんなでかいのじゃなくてもいいからちっちゃな。 もうかけらでいいから掘らしてほしいそうすればヨーロッパに来たかいが少しはあると思いまして掛け合いましたところが全くスペイン語がわからない <laughs> ですが自分の作った写真石を掘った写真を見せましたでもそこまでに至るまでに1ヶ月以上もう誰が責任者なのかもわからない誰に聞いてもわからない全く無名です今でこそ世界中の人が毎日何万人も訪れるところですが 当時全くの無名な世界でした。で、まあ、責任者をやっと見つけて見せましたらあそうか試験をするっていうので、えー、果物の実と葉っぱのついた枝を渡されてあこれ僕は彫刻家だからあの石を掘りたいだけなんだけどじゃあこれを形にすればいいんだなこれはあの、えー、レストランだったらこれをどうやって料理したらいいのかなと考えるでしょうけどやっぱりこういうとこですから。 彫彫刻刻ににしししよううとということでそれを彫刻にしました幸いそれを認められて仕事が始まりましたけれどもその時に作ったものを10年後に作っていますでここで、えー、仕事が始まったんですがもう多分40年経ってますからドイツでは僕を待ってないと思うんですけれども <laughs> このセーターの門ここがユネスコガウディという人は一人で 7つも8つもユネスコの世界遺産を持っている人ですこのようにもう本堂が出来上がってますところが私が言ったとりこの頃ですこれレーザーってあるんですかないね見えますかねこの指の上の方に行くと頭に白いタイブルを巻いた男が立っているの <laughs> これです 6 0ルの手すりもはしごも何もないところを、まあ、今度オリンピックありますけど鉄棒選手のようにポッとこれぐらいの距離があるんですねそこを懸垂して登ってで足をかけたその立ち上がる瞬間に上の鉄棒を持つんですそれをしないと落ちますで6 0ルを登って測ったりいろいろしながらあの 手伝ってくれてる彼はもう鉄棒にこうしゃがみ込んでますけれどもそういう仕事をしてました35年間は私非正規社員でした <laughs> で作っていたのがこれです高さ5メートル延べ2 0ルの石で作ったベランダ彫刻これが最初の私の仕事です よく任せますね言葉もわからない外国人に最初のでもこれ大切なのはガウディの部分と新しい部分をつなげる大事なところだったんですね。ちょうど飛んで火にいるなんとかでこういう危ないといいますか大きな仕事を任せてみようと。でやり遂げましたが2つ問題がありました。下から計算していくとこれ自分で図面も引かなきゃいけないんですがこの三角形のようなものが。 最後は1センチにどうしてもなる。1センチの厚みの構造体石をどうしてガウディは作ろうとしたのかそれは一つの疑問。もう一つは彫刻を置けということ葉っぱの彫刻を置けという時にどのようにして構成していったらいいのかガウディはだったらどうするだろうと考えるわけですがそれはデザインのもう一つの問題。この二つの問題をどうして解決したのか。 私ずっと悩みましたが大体アルキメデスのようにお風呂で大体気が付くんですけれどもふと気づいたのがこの構造の問題弱いという問題と彫刻を置くところは一つじゃないかつまり弱いと思っているところに葉っぱを置けば強くなる構造的にで少ない材料で深い彫りができる。 これは本当の合理性です私はそこで初めてガウディと出会いましたガウディという人は2つの問題を1つの答えで解決するんだいやもしかしたら3つの問題を1つの答えで解決しようとしたんじゃないかつまり構造の問題構造は彫刻のためにあるんではない彫刻があるから構造が持つんです我々人生でたくさんの問題に出会います それを我々は分けて考えすぎてないでしょうか。皆さん真面目な方々、問題を解決しようとします。その問題を開きます。開いたら何があるでしょう。今まで知らなかったまたいくつかの問題が出てくるんです。で真面目な日本人はそれをまた割ってみると、また次の問題が出問題の方がどん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 自分を追っかけてくる。 どうやって解決したらいいんでしょう毎日毎日がどん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 問題が増えていくばかり。皆さんそういう顔してますよね。<laughs> その問題を解決する方法、それが私が最初に出会った側で。いくつもの問題を解決できる一つの答えを探すこと。ちょっと待ってください。これ難しい。と思うでしょうが、今3000年計を生きようとしています、我々は。これから1000年、まあ18年経ってますけれども。 人類はどのようにして生きていこうとしているのか世界中の人間がこれから千年人類は無事に生きていけるかどうかを不安に思っていますそのヒントがそこにあるんです我々の目は動物のように遠くは見えません遠くの匂いもかけませんえー、ライオンやヒョウのように速くは走れないこの限られたこの肉体で何をすればいいのか大事なことが総合的に見ること それともう一つ、後で申し上げる。皆さん、ここでお話しされた方々は、みんな言葉には使わず言っておられること、人のために役に立つこと、人を幸せにすること、皆さんの動機はそこにある。でも、それは愛情があるからです。愛情。で、ここで最初のガウディが出会い、このようにフルーツもたくさん作りました。3メートルの15トンのベネチアングラスで作りました。 なぜフルーツがあるのか。ガウリ毎日果物は食べろと言ってますでもここまでする必要はないだろう <laughs> 大窓4 5ル全部フルーツですでまあ皆さん見えにくいかもしれませんがこの一つ一つが1トンの石でフルーツと葉っぱが一緒になってますこれ1トンの石をですね御影石を5日で掘るんです。 5日で掘らないと仕事がストップしちゃいますから。それを200個、200種、おかげさまでいい体になりました。<laughs> <laughs> これが最初の試験の葉っぱとフルーツです。こういったものを10年前から考えながら作ってるんですけれども、この意味は誰もわかんない。もうガウディの弟子の方が生きておられましたけど、誰もわかんないです。 でも,でも意味が分からなければ彫刻できないんですよ。で私考えましたガウディフルーツ好きだろうけどもこれはもっと深い意味があるはずだ。教会というのは教会です。ミサでお話をしながら言葉によって人々の魂を清めそして満たす成長させるそれが教会の大きな仕事ですす言言言言葉葉葉ヨハネもはにっていままこの言葉というのとうを日本人皆さんは文字にします。 いう葉と書きますこんな言葉は世界中にないんです我々は自然から学んだ知恵で文化を育んできました私が今こう喋ってるのは目に見えない葉っぱなんですこの葉っぱがもし去年の葉っぱとか人から聞いた葉っぱとか言葉とか拾ってきた言葉ではなく自分の中から本当にエネルギーを込めて皆さんにお伝えしたとしたらもしかしたら 皆さんがそのエネルギーを受け止めて皆さんの魂豊かな方も、えー、生まれたばかりの新鮮な青い魂の方も実っていくかもしれないそれがここの仕事です。桜ファミアというのは芸術作品ではない私たちの魂が実るための道具なんですその道具を私たちは作っているということさていろんな天使も作らせてもらいました えー、モンピオンを作ららせてもらいました、えー、ここでクローバネスすれば40年かかりますから15分かすこれも作りこのセーターの門なぜガウディはこれを作ろうとしたのかこれ実はオルガ,オルガニア楽器ピアノなんです1 0 0ルのグランドピアノ人類史上誰も考えなかった1 0 0ルのグランドピアノですよ。そ,れがその音が 水平に街中に流れるようにパイプ状の叩いて鳴らすと音が点からではなくて線で流れていきますから街中に響きますこの聖堂の中に2000人のコーラス隊の席もある反対側は100メートルのオルガンです一つの楽器ですつまり人を喜ばせるたびの楽器魂をあの実らせるための道具 を我々は作っておりますでもなんでこんなに傾いた柱とかおかしな構造ばっかりこれもう一つの教会ですなぜこんな危ない柱を立てるんでしょう人に緊張感を与えるためでしょうかそうじゃないガウディがやろうとしたのは実はあガウディの言葉にこういうのがあります人は想像しない発見するだけだしかもその偉大な 本の名前は自然という本なんだ人間にできること先ほど申し上げた我々の限り,限りあるこの肉体にどのようにして我々は生き延びていかなきゃいけないのかそれはいくつもの問題を解決する一つの答えを探すその方法は自然を観察することここにもし会社の社長さんがおられて若いクリエイティブな若者をお探しであったら諦めてください。 人間にはそれはクリエイティブなものはできない人間できることは観察と発見ですその観察して発見するためには先ほど申し上げた愛情人を幸せにしたいだからあこれはやこの人に役に立つんじゃないかと思うのはそこに愛情があるからですでなぜこんな傾いた柱があるのかこれはその実験ですけれども構造というのは 引力に逆らって建てるものですそれを何千年何,何千年の間建築家はやってきました鉄筋コンクリートやこういう空間を作ることができまでもこれは引力って今も戦ってるんです24時間戦い続けている引力っていうのは本当に無限の力がありますそれと戦い続けて勝てるでしょうか私はここで申し上げたいのはガウディの知恵本当の知恵本当の合理性とは何なのか このサ田ラドファミリアの本堂の構造体です引力に逆らってないただ糸で吊り下げられてあるだけですこれ揺らせば揺れますけれども必ず元に戻ります一つの答えは一つです自然は裏切らないその裏切らない答えをなぜ利用できないんでしょうこれをひっくり返すことによって先ほどの,あの本堂の柱が全部立てられてますですからどの柱も垂直の柱は一歩もない 微妙に傾いてますそれは引力に逆らってないからですこれは先ほどの塔の逆さまです懸垂曲線引力に逆らわない形を石で積んでいけば今度は引力が助けてくれる引力という力は無限の力がありますそれが24時間働いて支えてくれてるんですよお金払わなくていい税金も付加価値税もない ありがたいことです。ガウディの知恵というのは、昨日まで最大の敵であった、その引力を最大の味方にした。人間にできることはそこなんです。敵だと思っている限り、それはずっと敵です。その敵をいつかは味方にする、その知恵が人間には可能性として秘められているんだということ。ガウディが証明してくれています。こんな厄介な柱。 でもすべてが、まあ、関数計算とかいろんなものを使えば切れないんですけれども腕のいい職人が数学も知らない職人がスーッと石膏の型をねじりながらしかも軸はとありますからあのタバコ吸いながらよそ向いてでもできるんですけどねこれを繰り返すことによってただこういう複雑な発射が出てくるようにガウリは考えるまあ、えー、話せば長いのでここでしょっていきますが。 木はそうなんです。自然にすべての答えがある。だからこの本美しいんです。本当の合理性だから美しいんです。火を照らって作ったものではない。じゃあ建物には窓が必要です。ここには窓はありませんけれども。窓は何のために必要か。ここには光を必要としないからです。光のためです。風や雨のためだったら壁でいい。じゃあ光のために 窓を作るのであれば答えは光が知ってるはず構造は引力が答えを出したデザインした窓は光がデザインすべきだ光を一点に集めまして東から上って西に降りる間に鼓のような一箇所に集中しる形ができるんですねそれで窓を作りますと思いのほか構造的に強いものになる窓を穴を開けるというのは弱く構造体をしてしまうものですから ところがこの方法を使うと構造体が弱くならない。で聖堂の屋根の上はこのように明かり取りがそのような形でたくさん開いてます。では今度煙突もう一つのガウディの作品カサミラ、えー、集団住宅です集合住宅です。その煙突換気のための煙突をなぜこんなソフ,トソフトクリームみたいな 形にするのか煙突は何のためにあるのか煙突のデザインは誰に頼むのか誰でしょう空気です風ですす風海から山から一日中風が吹いているバルセロナの屋上建物の屋上に風を巻き込む形をもし作ることができたらそのスピードを上げさせることができたら気圧を変えて中の煙を吸い出せるんじゃないか。 ガウディの試みです。飛行機が飛ぶ前に、まあ、当時飛んでたでしょうねでも飛行機が飛ぶのは気圧を変えることによって羽で吸い上げられている別に風を下から受けけて飛んでるわけじゃないんででいるわなす。そういった自然の力をフルに使うこと自然というのは我々に与えられた引力も摩擦も全て我々がどのように使うかによってそれは敵になるのか味方になるのか大違いです。 ガウディが心,心の中に持っていた子供のような思い人を幸せにしたい自分を幸せにしたいそのためには人を幸せにするしかないそれが一番の自分の幸せなんだということを知っていた誰よりも知っていたガウディは何とかその答えを見つけたかったそれは与えられたものをフルに使うこと我々が今使っている合理性という言葉何か少し間違ってないだろう エコロジーという言葉少し弱すぎないだろうか自然という偉大な力をもっともっとフルにダイナミックに使えるそれがガウディの本当のエコロジーであり本当の合理性ですそしてガウディはポケットマネーでサグラファミアに学校を建てました何が大切かこれからの子どもたちがどのような教育を受けるか それによって次の世代が変わります決して皆さんが手遅れというわけじゃない <laughs> ここで申し上げたいのは子どもたちの受けるこの学校でまずですね135年作り続けてて死亡事故ないんですよ相模はああ奇跡だねはいさようならおしまいです私はその理由を考えました私はこの学校だと思いますこの学校というのは ポケットマネで,でガウリがどうしても作らなきゃいけなかった理由それは職人たちが子供を連れて桜姫に来ます当時本当に町ではなかったのでえ子供を連れそうすると無意識のうちに子供を連れて帰らなきゃいけないんですねただね喧嘩しないんです職人たちましてや子供にそんな青あざの顔見せられませんよね子供が今勉強してるんだと 自分が汗流して働いてるけれども子どもはもしかしたら自分よりもいい生活ができるようになるかもしれない教育を受けてるんだと思うと職人たちは希望です大人にとっての本当の希望私皆さんは給料をもらって生活してますそれも希望ですですが毎年給料一緒だったら希望ないですよねでも会社としては給料を10%ずつ上げるわけにもいかない 本当の報酬は何でしょう希望です。そして教育です。自分の子供が良い教育を受けて自分よりも良い生活ができる。そのためだったら親は何でもします。本当の皆さん社長さんがいらっしゃったら、社員の方に希望という給料を与えられる人がおられたら、その会社はぐんぐん伸びます。で、学校を作った。 職人安い給与で働く職人たちへの対処の本当の報酬希望ですでここで教えていたことおとなしく子どもたち本当はしたいんでしょうけれども泥遊びを一人にさせているここで地理と物理とそして科学水と土と石その関係その関係を知った上で地理がどうなっているかを教える今地理も物理も科学も分,か分けて教えているでしょ 子供は分けては分からないんです。一緒に知りたいんです。この世界は何なのか。これが本当の総合教育ではないでしょうか。100年前に行われた教育。今それをしなきゃいけない。私が最初に申し上げた構造と機能と象徴、そういったもの、別々のものを一つの答えで見つけること。それはなかなか難しい。でも今、 この子供たちに本当の分けられてない教育をしていけば一つの答えによっていくつかの問題を解決しようとする気持ちが芽生えるんじゃないか。ここでは子供たちがお遊戯してます。ですが持っているものは繁栄とか直線的、まあ、グラフとかそういった機械学、数学と音楽を一緒に教えるおかしいじゃないか。 企学と数学を一緒に教えでも、オリジンは一緒です。音楽からピタゴラスは数学を発見した。子供たちにはそれが一番理解しやすいんです。一歩も二歩も進めることができる。この学校、ガウディは安い材料で、薄い壁を縦に立てて作りました。紙のような壁です。 神は立たないでしょう本当の合理性というのはあるものを立たないからそれは使えないというのが合理性ではなく本来あるべきものをない方法を探し出そうじゃないかそれが合理性です。神を立てるにはどうしたらいいかさあ皆さん最後の当番者に少し元気出,し出させてください。<laughs> 神をどうやって立てる皆さん答えを知ってますよ。 そうです。屏風です。で、薄い薄いレンガという安いもので薄い壁で立ってるんですよ。しかも、これを伸ばしますとハート型になります。こちらを伸ばしますともう一つハート型。で、真ん中にももう一つハート型があって、三つのハートでこの教学校は立ってるんです。希望と構造と象徴。その三つを一つの答えで見つける。ガウディは、 生涯病気でした小児リウマチのまま生涯を過ごしましただから一日1 0キロ歩くことを74歳まで強いていました自然に惹かれるまで彼はちょっと頑固なところがあって「道は人間のためにあるんだろう右も左も見る必要はないまっすぐ歩け」と言って自然に惹かれちゃいましたちょっと右と左は見た方がいいです <laughs> でもガウディが本当に求めたものこのリウマチでまっすぐ眠れないその体痛い体をソファーのようなベッドで眠る時夢を見ました将来のこのサクラダ・ファミリアどのようになるだろうそしてこのサクラダ・ファミリアを見て人々はどのように発見するだろうそしてどのように幸せな世界を作ってくれるだろう彼の本当の夢人類が ずっと幸せに生き続けること。その夢を見ることによって彼は安らかな眠りを得たでしょう。夢を見ましょう。そして本当の合理性を探しましょう。この3000年期を生きるためにはガウディがたくさんヒントを残しています。ぜひ信じて違う世界をそしてこのテレックスを使ってみんなの知恵を集め このガウディと同じように人を幸せにするために生きていきましょう。今日はどうもありがとう。